はい、どうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日も引き続きカメスポーツ所沢店さんで撮影の方させていただいております。ありがとうございます。はい、ということで、本日はカムイさんのこちらがね、あの全体を映した動画でも言ったんですけど、バッティンググローブ、こちらをちょっと紹介していこうかなと思います。増えてるね、確実に多い、種類が多い。なんでまずちょっとまあさらっと見ていきましょう。バッテだけで、まず一番左上、フランクリン。最近あの NPB の選手でも結構使ってる人多いですよね。ちょっと皮がまあメジャーチックな感じなのかな。ちょっと皮分厚めですけど、その分しっかりとまああの手袋してる感っていうのは出てくるので、まあ僕ちょっとまだ使ったことないんでね。あ、1回だけあるわ。1回だけフランクリンさんは使ったことある。あのザ・革って感じ。はい、でその下アディダス、ここまでが多分僕見たことあるんですよ、このタイプ。一応ねタイプは僕ヒロトにこれもらってますし、でまあ同系色で他のカラーは見たことあるんですけど、ちょっとねオレンジを初めて見た。オレンジを初めて見た。欲しくなっちゃうこれ。杉谷とか思ったけど、まあまあ、あの杉谷選手好きな人はまあ確かに Z だからあれだけど、まあオレンジ合わせたいっていう人なんかは全然いいと思います。あれです。多分ね俺こっち逆に見たことない。もしかしたら新しいかも。これは見たことないかもしれない。うん、あるとしたら。そうっすね、これもなんかワンポイントでオレンジ入ってる。まあでも黒金白が、ベースなんだけどオレンジ差し色で入ってる。これもすごいおしゃれだなって。これは片押しなしだね。ちょっと白いバッテだから開けられないですけど、中見た感じ、裏側見た感じだと片押しなしのそのスムースシープってやつ、スーパーフックとシープレザーってやつね。なし、片押しなしのバージョンのものとなってます。でここから下にかけてがこれアンダーアーマー、これがプロモデル今年のかな。でこっちも一応プロモデルなんだけど、サーパーって書いてあるの気のせい。俺の英語能力が違かったらまた話は別なんだけど、ハーパー、ハーパーって書いてますね。じゃない、ハーパーって書いてますね。完全にそうスパイクで出してるの知ってるの。もしかしたらそれじゃないかなと。多分そうだと思うんですけど、ハーパーモデルどっかにもなかったでしたっけ。なんか去年あった気もする。あった、ありましたよね。まあもし違ってたら申し訳ないんで、その場合はテロップで謝っておきます。下がねこれ全部合成比較なんです。ちょっと安めな、でも洗えるんだよね。確かにデザイン完璧じゃない。これとかさ、こっちあの羊のやつよ、デザイン全く一緒に近くない。ほぼ近い、ほぼ一緒じゃない。レプリカみたいな。そう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 、水野で言うと、うん、いい感じにね、あのおしゃれで使えるから。でこっちはまあまた全くデザインが別、縦ラインが入ってるとかっていうような感じの、いろいろね、アンダーアーマーも種類が多くていいですね。かっこいいな、うん、デザインが。すごいおすすめです。じゃあ続いて水野さんいきましょう。もうめっちゃあるんだよ水野さんが。はい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 、一番上がパワーアーク、水のプロのパワーアークで、これがオールスター限定ですね。そうですね、これ、はいはい。で横ずっとパワーアーク行って、でここが限定3つ、モーションアーク。でこれパワーアークで、こっちがパワーアークで、ああそうだ、これが土の日モデルの限定品かな、ね、こっちがモーションアーク限定ですよ。これもで逆にモーションアークは限定しかないのかな、もしかしたら。うん、でその横これね、めちゃくちゃ面白い。普通バッテって羊じゃないですか。ヤギ、ヤギ、やばくない？やばい、俺見たことないんだけど。これって新しいんですか。もう俺見たことない、これは。ですよね、なんかこんな感じのモデルっていうか USA ミズノのバッテは見たことあるけど、これがヤギが使ってるとは思ってなかった。機会があれば僕も試してみたいなと思います。どういうのか分かんないんで。で下の方がレプリカ、レプリカ安めの方、うん、でもねレプリカの方はね、これダブルベルトでしょ、あんま見ないの。僕がっつりこっちの絵のやつ、革の絵のやつは持ってるんですよ。だけどレプリカでパワークのダブルベルトはないんじゃないかなっていう。洗えるからね、ノーマルのかなレプリカ、まあ、父の父用のもレプリカありますよと。オールスターの限定のもレプリカあります。下はねちょっとあのグローバルエリートかな、この辺は。これがね確かね天然比較なんだけど洗えるってやつ。天然比較の手の馴染みを残しつつ洗えるみたいな。まあその後ちゃんと洗った後にちゃんと伸ばしたりとかいろいろしなきゃもちろん使えなくなっちゃうんで、乾かし方をうまくしないとっていうのがあるんですけど、まあそれでもちゃんと水に濡れても大丈夫だよっていうことは、逆に言ったら雨の日でも使える。はい、水野さんさすがです、種類多い。その下行きましょう、デマリニ。デマリニはグリップ力マジで半端ない。俺高校の時使ってたけどすごいよ本当に。これの真っ白を使ってた。あのねモデルが変わんないのがデマリニのいいところだな、逆に。だ全くこれの真っ白いやつを使ってましたね高校の時に。高校野球対応のはある別で、本当に合気なんだけどめちゃくちゃ滑んないから
超いいです。これも天然比較かな。でもね、安い。4,700円。安い。革のバッテで。でちょっとローニングスターも分厚めなイメージあります、僕も。まあ、海外っぽいっていうんだよな。あのどちらかというとフランクリンに近いようなイメージのバッテですね。そのまま Z さんいっちゃいますか。この辺りはね、去年紹介してるんですよね。あの同じ、デザインのバッテでこんなにもカラーがあるよっていうようなので、去年ちょっとあの紹介させていただいたので、で来年モデルも同じやつで出てくるので、まあ、そこもぜひチェックしてもらえればなと思います。でその横ですよ。クロスステータスの父の日母の日モデル売ってるわ。これとかさ、別に父の日じゃなくても夏とかでも使えたよね。まあ、今でも全然使えると思う。俺右手これ左手これでありかもね。でね、どっかに三角のマークつけて日向さん。これはオールスターの革の方、天然比較。そうで、こっちが合皮の方。まあ、洗いたいとかもあるんで、うん、全然。そう、俺も2年前の Z のオールスターのオールスターがあるはずだった時のオールスターモデルを持っていて、合皮の方買いました。やっぱ洗えるっていうのが一番、それがでかいですね。でその時し白いバッテだったからなおさらちょっと洗えないときついなっていうのもあったんで、その時は買いましたね。まあなんで Z さんもあのどっちも出してるよっていう。行きますか。うん、アシックスさんに SSK、 もう2台ともいいっすね。 SSK も、 SSK は逆に合皮しか出してないんですよ。確かに、あんま天然比較見たことない。限定で天然比較で出ることはあるんですけど、定番で出てるのは合皮だけです。だから全部洗えるし、もちろんフィット感も、まあ合皮だからあのフィット感というかグリップ感かっていうのも素晴らしいです。その上アシックスさんは、まあ、ベルトがね逆巻き、これがやっぱ一番の特徴かなっていう。まずは丸選手、やっぱり丸選手モデル、はい、はい、とお疲れ様です。大谷選手モデルさ、俺こういう時にさ、大谷選手モデルっていうか大谷投手モデルっていうかすごい迷う。大谷翔平選手モデル、もう二刀流やかな。そうなんだよね、登録投手がしたってまあまあそんなことさておき、まあ動画前後になってるからかはちょっと分かんないですけど、少年用でも紹介したね、あのアシックスのプロ選手モデルのバッテが、大人用でもあります。でこれ全部合皮なんですよ。なんで洗えます、ずっと使えるっていうのがいいのかなと思いますね。でまあ上の方に行って、これ派手だよね、蛍光で。これも合皮かな、うん、合皮合皮。こっちはまあちょっと落ち着いた、まあ白系統。スイングスピードバット採用でスイングスピードアップをサポート、なんかここにあるみたいですね、うん、関節、ちょうど関節のところなんかパッドが入ってるっていうのがあるので、まあ、そういったところでめちゃくちゃバッテ多いです。で横にはまあ負けたみですね、うん、まあお供ですね、バッテお供、バッテのお供にいろいろあるので、まあ、こんだけね種類があれば、皆さん確実に欲しいものは選べるんじゃないかなと思います。でね、さらっとその反対側にバットも普通に大量にありますよと。やっぱバッテの隣はやっぱバットがそうですね、ふさわしいっすよ。もうね8割型複合バット、そうっすよ結局は。そうそうそう、まあそんな感じになるので、ぜひぜひね、カムイさん、よく僕らカムイさん来るとグローブばっかり取り上げちゃうんですよ。やっぱグローブ多いから、量って言ってもやっぱバッテとかバットももちろん量多いですよって、まあこんだけ広いからね、カムイさん敷地が。まあぜひぜひね、こういったおしゃれ野球人おしゃれできるっていうのはおしゃれできるので、皆さんぜひ、ご購入してみてください。はい、ということで本日はカメスポーツさんで、バッテの方をご紹介させていただきました。この動画いいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあいしょショーエイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。